こんにちは、片山と言います。よろしくお願いします。今後藤さんがいろんなデータベースが RDF っていう新しいやり方で統合されるようになってきてるっていう話をしていただきましたけど、その中で特にゲノム情報に関わる部分のアプリケーション開発として RDF を使ってゲノムのデータベースを作ってきましたという話をしようと思います。で、我々がここ5年ぐらいかけて作ってきてるのが統合ゲノム、あれ？統合ゲノムっていうデータベースです。で、これは完全にセマンティックウェブ RDF だけを使って作った初めてのゲノムデータベースじゃないかなと思っています。で、今までのゲノムデータベースっていうのは、いろんな機能が盛り込まれていますけど、そのうちの1つ2つの部分だけ自分でも再利用したいっていうようなことができなかったんですが、それをモジュール化することによって再利用できるようにしてあると。で、そのモジュールを作るための仕組みとして統合スタンダーっていうものを作りました。この2つについて中心的に今日はお話ししようと思います。ただ、ゲノム情報を統合していくためには、ゲノム情報をどのようにデータベースの中で表現するかっていうことを、標準化しておかないと、皆さんが使おうと思った時に方言が多すぎて結局いろんな情報が統合できてないじゃないかということになると。で、そういう状況を防ぎたいということで、セマンティックウェブ自体の取り組みはまだ世界的にもまだ始まってなかった段階で、ゲノム情報を今から RDF にするはずのメンバーに集まってもらって、2014年に RDF サミットっていうのを開きました。で、この時に、アンサンブルデータベース、多分ゲノムデータベースの中ですごく主要なものは MCBI のものと、それから EBI のアンサンブルと、あと UCSC、 人関係だったら UCSC のゲノムブラウザーなどが使われていると思うんですけど、で、あと国内では DDBJ ですかね。そのあたりと、共通の RDF 化モデルを作りましょうということで集まりました。で、ちょっと図がごちゃごちゃしてますけど、基本的にはゲノム情報っていうのはゲノムの何番染色体のどこからどこまでに何が載ってますっていうことをずっと書けばいいと。だからその書き方さえ統一してしまえば、皆さんがそれに従ってくれれば、どのデータももうごちゃっと混ぜて統合できるということです。で、ここはちょっとテクニカルな感じに書いてはありますけれども、先ほどさんが説明された主語、述語、目的語っていうのが、これも近いからですね。左端にある括弧してあるクロモソームとか人とか、あの辺が主語です。で、真ん中に書いてあるちょっとごちゃごちゃ記号っぽく見えるところが、ありがとうございます。ここですね。ここが、こっちの左端が主語で、真ん中が述語で、それが指す先が目的語ってなっていて、いろんな情報を一行一行書き下していくことができるのが RDF の利点で、このようにすることによってゲノム情報のアノテーションが増えてきても、ここに何千億行と足していくだけでいいと。それで、全ての情報が確かめて統合できたという形になるというものです。で、ここで書いているのは、この染色体はここの ID で示されているもので、その中に遺伝子が載っており、その遺伝子はメッセンジャー RNA トランスレートされて、翻訳違う 日本語が出てこない 転写されて、で、その中にはエクソンがいくつか載ってますよみたいなことがずっと書いてあります。なので、ちょっと冗長には見えるかもしれないですけど、ここにエクソンイントロン構造を持っている遺伝子、これを1個表現しようとすると、こういうふうに書き下せばセマンティックウェブできれいに書くことができますよという話です。で、そういう情報を、DBGA と DBCLS で共同で作ってる統合ゲノムの部分と、それからタンパク質のアノテーションについても同じことが使えますねということで、ユニプロットと連携してやってきているのが2010何年から作っている統合ゲノムになります。で、RDF でゲノムのデータベースを作るメリットとしては、まずゲノム情報っていうのは Google マップのように白地図として扱うことができて、ほとんどの生命科学のデータっていうのをそこに置くことができるっていうことがあります。なので、ここを標準化しておくことによって、新しく出てくるいろんな研究データを、一元的に集約することができるようになります。で、それから、右側のようなページがゲノムのデータベースに見に行くといろいろ載ってるわけですけど、ここの、情報を、いろんな情報が載ってますよね。場所によって、
地理情報が載ってたり生物種の階層が載ってたりするんですけど、こういう情報を全て統合的に解釈するような横断的な検索ができるようになるっていうところも、まあ、もしくは統計解析ができるようになるっていうところもメリットかなと思います。それから私たちのグループはこういう部分に強いです、私たちの部分はこういうところに強いですっていうところで、自分の研究グループが得意としている情報をそれぞれ分散的に持ち寄ることによって、集合値としてゲノム情報を統合していくっていうような将来性もあるというあたりを期待します。それからもう一つはセマンティックウェブのセマンティクスの部分ですね、情報の一個一個の断片に、どういう意味があるのかっていうことをちゃんと記述するようなことができるシステムなので、それを使って、今までのゲノムデータベースではできなかったような意味からの絞り込み検索ができるようになります。この時はオントロジーを使って、同じ概念のもので、データセットを絞り込んでいくというようなことができるイメージです。で、まあ、そうですね。で、最後に今日のスライドの最後のあたりで紹介しようと思ってますけど、もうゲノム情報をもとに今度は日本人とか人間のゲノムの変異と疾患のデータベースみたいなものも作れるようになっていくというあたりを狙って開発を始めました。で、これが統合ゲノムのトップページの様子なんですけれども、まずオントロジーを使って、ここで、遺伝子の、その生物種が住んでる環境とか、それから生物種の、階層ですね、タクソノミー、それからその生物種が持っている遺伝子の機能、こういうふうだいぶ違うアスペクトの条件を同時に指定して欲しい遺伝子を絞り込んでいくようなことができる検索インターフェースと、その結果絞り込まれた遺伝子の一覧が出てきて、そこからさらに詳しい情報が見れるような仕組みになっています。で、例えばどういう時に役に立つかということなんですけど、これ字がちょっと小さいですが、シアノバクテリア、卵光合成する微生物いますよね、それの、海に住んでるやつと淡水に住んでるやつがいて、でそれらの、この例だとヒスチジンカイネスなんですけどが、どれぐらい環境応答遺伝子群として違うのかっていうことを検索したいと、そういう、比較ゲノム解析をしたいときに、今までは、まずシアノバクテリアを全部タクソノミーデータベースから取ってきて、その中からゲノムが決まっている生物種はどれかっていうことを絞り込み、でまた別の文献データベースとか、また他のなんかゲノムデータベースを見に行って、その卵巣が一体どこに住んでいるのかっていうことを調べ、で、その卵巣の遺伝子セットを全部取ってきて、その中からヒスチジンカイネスだけセレクトすると、すごいマルチステップの面倒くさい作業を皆さんマニュアルでやらなきゃいけなかったんですけど、こういうふうに条件を全部ファセットで与えてあげて、で住んでる環境だけこう、海っていうか塩水と淡水みたいに変えることによって、ここに欲しかった遺伝子が絞り込まれて出てくると、あとはこいつらの、機能解析を比べることによって、どういう違いがあるのかないのかっていうような仮説を検証することができます。こういう、なんでしょうね、ファセット検索と我々呼んでますけど、セマンティクスを使って、オントロジーを使ってデータを絞り込んでいくっていうところが、データにちゃんと意味付けされているからこそできるっていうような特徴になるかなと思います。はい、もう一つ、これも比較ゲノムの例なんですけれども、統合ゲノムの中に比較ゲノム機能として、ユニプロットのタンパク質がいろんなアノテーションがされているので、その中のと特定のあるアノテーションによって、主観比較をすることができるような機能をつけています。で、1つ目はまず、例えばこの場合プロテインモチーフで調べましょうとか、それからオーソログで調べましょうとか、パスウェイで比べましょうとか、それから細胞内極材で比べましょうとか、いくつかあのセル、何で比べるかっていうクライテリアが選べます。で、ここで、今回はプロテインドメインの BFAM を選んでいます。で、次に比較したい生物種をここで系統樹の中からピッピッピッと選ぶんですけど、ここでは人とマウスとゼブラフィッシュとホヤを選んでいます。で、これらの4種類の生物の中で、どういう遺伝子組成が違いがあったり共通しているかっていうことをここで見ていくんですけど、例えばここの中にベン図があって、今4種類選んでいるので4種のベン図になっていて、で、この中で例えば、人とマウスとゼブラフィッシュにあってホヤにないものっていうような選び方をここですると、ここら辺にそういうカテゴリーの、P1 モチーフが出てきます。で、ここをよく見ると、ちょっと字が小さいので、
見えないかもしれないですけど MHC1 とか2とか書いてあって、こういうあの獲得免疫はあのバーテブレートになってから出てきたと言われているので、ホヤでなくて当然 でそういう部分があのこの酸性物質をホヤと比べた時の特徴ですよねと。で実際ここら辺のモチーフを持っている遺伝子っていうのはどれですかっていう一覧がここに取れます。もう一個別の例としては、じゃあここであのホヤだけに特異的なパターンを選んだ時にどうなるかっていうと、こういうなんかまた別のこっちには出てこなかったタイプの PFOM のモチーフが出てきて、これを川島さんに教えてもらったんですけど、バナビンっていうのがここにあって、これはバナジウムを、酸素と結合させる時に使っているような酵素、特異的なドメインらしく、まあ、ホヤっぽいねっていう、なんかそういう形で、週刊比較によって自分が興味の研究対象としたいような遺伝子構造を見つけてくるのに使えるようなものになっています。はい、でじゃあ遺伝子のページに行くと何が載ってるかなんですけど、こちらはむしろあの今まであるタンパク質や遺伝子のデータベースとすごく似てるんですけど、まあ、遺伝子の名前だとか配列だとか、ゲノムブラウザーなんかが全部載っていて、まあ、あの特筆すべきところはないんですけれども、強調しておきたいのはこういうあの今までのデータベースでできてたことがセマンティックウェブ RDF でもちゃんとできていますよということです。それから、最初にちょっと言いましたけど、こういう一個一個のパーツが、再利用できるようにモジュール化されているので、他のデータベースでもあのじゃあ遺伝子の説明の部分は再利用しましょうかっていうことができるようになっていて、実際マイグローブ DB とかシアナベースなんかで再利用されて使われている。でその再利用できるモジュールの一覧が統合スタンザオルグっていうサイトにショーケースのようにあって、で、こちらで見ていたようなこうちょっと大きめなページ幅いっぱいのスタンザが、何十個かと、それからアイコンのように遺伝子とか、生物種の情報とか環境の情報をパッと見て分かるようにサマライズしたモジュールもあって、これらを自由に選んで自分のデータベースに取り込んでいくことができます。なので今までデータベース開発っていうのはあの全部やり直さなきゃいけなかったんですけど、自分の持ってるデータをちゃんと出し、関連するデータはこういう公共のところから引用するだけで新しくあの使い勝手のいいデータベースを作ることができるようになっています。でここはちょっとテクニカルな話なんですけど、そういう形の RDF のデータベースをまず立ち上げて、その上にそれを可視化する今のモジュールを作り、それらをいろんなデータベース間で相互に貸し借りすることによって再利用できていますという状況です。で、今の統合スタンザの仕組みは割と簡単にできていて、あの使いたいスタンザの名前とそこにパラメータを指定して1行書けば、これをウェブページに1行書くだけでここに埋め込まれるというようになっています。はい、でじゃあその統合ゲノムのデータベースを更新維持管理するにはどれぐらい大変なのかということなんですけど、まあ、割と中で起こったことをしていて、これ実は出てますかね、レフセックのデータからゲノムの情報とアノテーションを取ってきています。そこから配列情報に関してはゲゲゲノムと、もう一個 J ブラウザですね、ゲノムブラウザよりインデックスして、で主要なアノテーション部分に関しては全部 RDF 化してトリプルストアに入れると。でこっちはあのゲノムと遺伝子の情報で、それに対応するタンパク質の情報はユニプロットから取ってきて全部ここに統合すると。それから生物種のタクソノミーの情報も NCBI から取ってきて統合していて、まあ、そんなところですかね。でこれらの情報を、統合スタンダがあの必要なモジュールごとにアクセスして、それを全部束ねているのが統合ゲノムと。だからここのアプリケーションは皆さんが自由に作り変えることができて、ここに統合されたデータベースがあるようなイメージになっています。でそのようなものをずっと作ってきたんですけど、これを活用できないかということで、ここ1年ぐらい取り組んでいるのがあの日本人ゲノム あの変異の、データベース化です。で統合ゲノムの、人の部分だけを送り出して、そこにゲノム変異の情報とそれから疾患関連の情報を統合することによって、このような統合バーっていうシステムを NBDC と一緒に最近作ってます。でこちらでは何やってるかっていう と、JGA とかにサブミットされた日本人ゲノムの全ての情報を再解析して、日本人によく見つかるタイプの変異を全て網羅すると。でこの中に他に東北大学から提供されている 3.5K のデータと、それから京都大学の HGVD のデータ、大体日本人のリファレンスとなる変異データを全部取り込んでいく方針で今開発を進めていて、それプラス海外の変異のデータを混ぜ込むことによって、あの日本人特異的にあの多い、もしくはあの普遍的に多かったり少なかったりするようなあの
変異情報を、まあ、リファレンスとして束ねていると。でこの中にいくつかが疾患に関連するということが分かるんですけど、それはあの疾患の患者さんのゲノムを解析している先生方じゃないと分からないので、これは今 AMED の方で MGEN のデータベースが開発されています。でがんとか、希少疾患、認知症、感染症などの疾患領域において、このゲノム変異はこの疾患に関係あるというものをキュレーションしたものが、あの MGEN データベースの方に格納されている。でこれらの中は相互に補完的な関係にあるんじゃないかということで、その変異を解釈するためのデータをまた RDF で統合しようという試みを今共同でやっています。国内外にいろんな疾患関連のデータベースと変異のデータベースがありますけど、それを一旦我々の方で共同プロジェクトとして RDF に変換し、それを MGEN と統合バーで再利用しようということを今進めていますという紹介で終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、次回